マリサマリサ、すごいわ、すごいことが起こってるわ。おいおい、そんなに興奮してどうしたんだ。また新兵器の情報でも仕入れたのか？ネットオークションで戦車が出品されてるのよ。しかもそれが落札されたの。これは私もリボ払いで買うしかないわよ。賽銭箱のお金全部使ったるで。落ち着くんだ霊夢。リボ払いの先は地獄しかない。第一これは日本じゃなくイギリスでの話なんだぜ。え？そんな、私の早とちりだったなんて。やっぱり日本で戦車を買うなんて無理だったのね。これからは夢なんて見ないで、何にも期待せず一生を孤独に生きていくわ。そんなにショックだったのか。だが霊夢、諦めるにはまだ早い。日本でも、実は戦車を購入すること自体は可能なんだ。それ本当？どこで売ってるの？国道沿いの三菱行けば売ってるの。相変わらず何言ってんだお前。三菱って三菱重工とは別だからな。しゃらくさいわねー。名前一緒なんだから似たようなもんでしょ。それより日本でも戦車が買えるなんて、生きる希望が見えてきたわ。私、日本の最新式の戦車が欲しいのよね。そんなの個人が持ってどうするんだ。それに、残念ながらその夢は現実的ではない。日本の代表的な戦車といえば一丸式戦車だが、開発費が484億円。1台あたり10億円相当するんだぜ。そもそも個人が売ってもらえるものじゃないしな。そんな、じゃあ、一体どうすればいいの？やっぱりリボ払いかここは？果たして一生のうちに返済できるかどうか、安心するんだぜ。一丸式戦車は購入できずとも、他にも購入できる戦車は存在する。今回はそんな霊夢のために、日本で購入できる戦車を紹介していこう。ほー。今後もこのチャンネルでは軍事や兵器に関する最新情報を取り扱っていくので、高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。ただし、一点だけここで注意喚起だぜ。一応は中古戦車の購入自体は可能であることを、この動画では解説していくんだが、ウクライナ侵攻前の情報も結構多いので、これが2022年6月末の状況も同じかは不明だ。また、いくら観賞用として戦車を置いておくとしても、庭にあるだけでも見ればいろんな人が驚くと思うので、購入自体をおすすめはしない。そこんところご了承ください。まあそうですよね。乗用車として利用できるわけでもないでしょうし。それでは皆様、ゆっくりしていってね。というわけで、日本で購入できる軍用車について説明をしていこう。まず最初はその方法からだな。日本で戦車を買う一番現実的な方法は、海外で売られている中古品を買って輸入することだ。わざわざ輸入するなんて、ちょっと面倒くさそうね。まあでも日本製のものは買えないか。ちょっと面倒くさいどころの騒ぎじゃない。日本では兵器の輸入は法律で禁止されているからな。あ、じゃあ、日本じゃ買えないじゃない。私の気持ちを揺さぶって楽しい？嘘つき、悪魔、落ち着くんだぜ。兵器としての戦車は輸入できないが、兵器の機能を失わせれば輸入可能になるんだぜ。兵器の機能を失わせるって、具体的にどうすればいいのよ。方法はいくつかあるが、よく言われているのは砲身を切断する方法だな。ひどい、砲身を切断された戦車なんて。果たしてそれは戦車と言えるのか。まあ戦車の一番重要な部分だからな。だけど、安心してほしいんだぜ霊夢。輸入後に砲身を溶接で復活させることができるんだ。ただし、その場合も砲身の中身を埋めるなど、兵器としての機能を失わせることが前提になってくるがな。なるほどねー。日本で戦車を買うのってなかなかに面倒くさいのね。そうなんだぜ。だけど戦車購入にはそれだけロマンがあるって話だな。ところで公道は走れるの？一般の車両として認識してくれるのかどうか、結論、無理にでもなんとかすれば不可能ではないようだ。まず、戦車は大型特殊車両に含まれるので、大型特殊免許の取得は絶対に必要になる。また、日本の道路運送車両法に遵守させるため、ウインカーやライト、サイドミラーなど、日本の道路に規定に沿った装備を付け加える必要があるな。これは一丸式戦車だったり、日本の戦車だともともと備わっていたりするんだが、海外の戦車でしかも古いものだったりすると、もちろんそんな装備はありはしない。ということで結構な改造とメンテナンスが必要になるとのことだ。おう、なんかめちゃくちゃ面倒くさそう。それはもはや戦車なのか？あとは車検にも通るように改造しないとな。場合によっては基準緩和認定とかも必要かもしれない。しかもこれらの条件を全てクリアした上でも、実際に走行する場合には、特殊車両通行許可証を国土交通省に申請の上、事前に走行する道路も決めておく必要がある。特
とりあえず乗用車としての利用はほぼ不可能ということがわかったわ。ちなみに自衛隊の場合、自衛隊の車両は自衛隊法に基づいて、これらの法律の適用外となっているので、防衛省の基準で公道を走れるようだ。どっちにしろ、MOS という特殊な資格や、大型特殊自動車免許も必要だけどな。自衛隊に入ったところで、ハードルはとても高そうね。そりゃまあ乗用車ではないので、所有も公道を走らせることも無理ではないんだが、まあ、現実的な話ではないと思ってくれればと思うぜ。さあ、ここからは実際に日本で購入できる戦車を5つ紹介していくぜ。よっ、待ってました。早く教えてちょうだい。待ちきれないわよ。今回の情報は、海外の中古戦車販売サイトとしても知られるイギリスのタンクスアロットから主に紹介しよう。ちなみにこちらのサイトを見る限り、戦車の他にも装甲車などの軍用車両を購入できるほか、これら戦車の運転を体験する体験サービスとか、タンクリムジンなる形で、高級車化した戦車が結婚式の披露宴などで活用されたりとか、あとは霊柩車化した戦車のサービスなんかもやっているようだな。お、日本だと考えがたい価値観やで。私が知らないだけであったりは、しないか？何らかの批判の的にされてしまいそう。一つ目に紹介するのは、今なお現役で稼働している、人気の高いソビエト生まれの戦車 T72 だぜ。おお、2022年になって一気に評価落ちてそう。まあ致し方ないな。この戦車は1972年。ソ連の主力戦車として開発され当時の技術を詰め込んだ一品だぜ。当時の共産主義国家で多く使用され、1990年までになんと22,096両も生産されたんだぜ。はい、すっごいたくさん。しかも今なお現役で使われているって相当すごいわよね。尋常じゃなく量が多いんだよな。それが故に今回のウクライナ侵攻でもよく見かける、攻撃力、機動力、防御力のバランスに優れており、主砲には 125mm 滑降砲が備え付けられている。さあ、そんな人気の高い T72 の気になるお値段は日本円にして2800万円。輸入代を含めたら3000万円以上するぜ。はい。やっぱり戦車って数千万が相場なのね。なかなか手が出しづらいわね。ただし、もちろんこれらの戦車は保存状況やメンテナンスの状況にもよるので、状態の良さなんかを問わなければ、T72 が450万円とかで売られている場合もあるようだな。めっちゃ破格やんけ。普通の乗用車として買うのはあれだけど、ちょっとした高級車くらいの値段じゃないかな？ソ連製の戦車は量が多すぎなんだよな。ソ連だけではなく旧ソ連国家にどんどん輸出されていたし、一方で今のウクライナがそうであるように、軍事兵器を西欧諸国のものに変更しようとする国では、T72 やそれ以前の戦車なんかは、スクラップ同然で廃棄対象になっていたりする。だからこその値段でもあるだろうな。ちなみに T64 や T55 などのより旧式な戦車は、保管状況によってもっと安くなるようで、350万円くらいでも売りに出されていたりする場合があるようだ。逆にそれくらいの値段だと、戦車としての期待を持つのは難しそうね。さすがにこれだけ、対戦車ミサイルにボコボコにされている話を聞いちゃいますとね。まあ信頼性はガタ落ちだな。インドもロシア兵器離れが進んでいるようだし、今後もっと安い値段で、スクラップとかした旧ソ連戦車が売りに出される可能性もあるな。当時としては十分な性能だったという話でしたけどね。それ以上に M1 エイブラムスとか、イギリスのチャレンジャー1とか、ジャベリンとかの対戦車ミサイルが優秀になったんだよな。これも時代ってことなんですかね。さ、そんな霊夢に他の戦車の候補をお伝えしよう。次に紹介するのは T34。年代から見てもわかるように、T72 や T55 よりもさらに旧式の戦車として知られている。これは、もはや骨董品としての価値がありそう。T34 はある種人気の戦車でもあるからな。1941年当時、第二次世界大戦中の最中であったソ連とドイツは、ドイツ側がこれまで優勢だったんだが、この T34 の登場によって、状況が一気に変わる。ドイツ軍は T34 に大層苦しめられたようで、ドイツ兵が T34 の出現に衝撃を受けたことを、T34 ショックなんて言ったりするほど、当時の社会に与えた影響が大きい代物なんだ。やっぱり現代兵器としての価値はなさそうだけど、骨董品としての価値は強くありそう。ホームページで確認したところ、値段は12万ユーロ。今のレートでは1700万円くらいってところかな。骨董品としては高くは、ないのか？戦車の価値がわからんすぎて判断できませんよ。大抵はロシアの大富豪が、庭のインテリアみたいな感じで買うようだな。ちなみに寝台車として活用できるようで、戦車の中で寝るとか、全然心落ち着かなさそうなんですけど、やっぱりこういうサイトを見ていると、ロシア製の車両が大変多いことがよくわかるぜ。
ちなみに戦車とはちょっと違うんだが、自走榴弾砲なんかも結構取り扱いが多いようだ。2S1 グボス G か自走榴弾砲とか、3万ユーロで取り扱いが確認できたぜ。他にも 2S3 アカーティア自走榴弾砲とか、2S4 チュリパン自走迫撃砲とか、このあたりも調べれば出てくるぜ。ふむー。戦車だけではなく、自走榴弾砲とかも生産数多いのね。まあただ自走榴弾砲とかだと、自分の身の回りが射程にはならなそうだし、自衛のための兵器としては、ちょっと使えなさそうですねー。このあたりはソ連が開発した自走砲として有名どころだな。こちらも T-34 とか T-54 とか T-72 などと同様、旧ソ連国に広く輸出されているようで、これが取り扱いが多くなっている理由だろうな。2S4 チュリパン自走迫撃砲とかめっちゃ旧式なんだが、ウクライナ侵攻で出撃していることが目撃され、少し話題になったんだよな。ああ、テレビで放送された結果、位置を特定されて攻撃されたやつでしたっけ。このチャンネルでも取り扱いましたよね。この年代の兵器はやはりソ連時代の生産物ということもあって、火力とかは申し分ないんだろうが、現代兵器と比較すると、単純な構造で量産可能。代わりに装甲などの信頼性は低い。まあ、それでも個人が持つものとしては、明らかにオーバースペックな兵器でしょうけどねー。そもそもイギリスでは兵器を個人所有できるってのが、驚きを隠せない話でしたけど。ということで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれるとありがたいぜ。高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。